はい、こんにちは。しんてっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。実はですね、以前からね、YouTube をやめるという話を、このてっちゃんの興味津々ね、で、話をしてきたと思うんですけど、実はね、当初は、引っ越しも含めてね、9月の15日、日曜日限りで、興味津々を締めようというふうに計画してました。で、まだ案内をね、3日ぐらい前にして、12日ぐらいにして、で、15日にね、ライブをね、ちょっと長いライブをして、きれいに終わろうかなというふうに、実は計画をしてました。でね、これはね、引っ越し含めて、いろんな、要素を加味した上での判断だったんですね。僕の体調とかね、僕のいろんな部分ね、含めての判断でした。でね、ここに来て、前回お話したように、この引っ越しに関する考え方がね、変わる必要ないんじゃないかっていうような意見にちょっとね、耳を傾けつつあって、で、ハムハム子たちがね、YouTube をやめることを喜ぶ。YouTube をやめさせようとしてる。それに対してね、今朝ね、それアップしたらね、DM がね、7つ来てね、DM だけで7つ、あとコメントでね、あと YouTube 続けてくださいというような意見がありました。でね、正直ね、まだ、続けますというところまでは実はね、言ってません。で、行ってないんですけど、引っ越し等の関係もあってね、15日をもって辞めるということは、辞めます。つまり、ちょっとね、日にちとか今後のことについてはまたご案内しますけど、15日で辞めると計画、こっそり僕はしてたんですけど、それについては、とりあえず一旦、なしということで、結構ね、思ったよりね、コメントに書くとね、アンチとか見るんで、なかなか書きづらいんでしょうけど、DM とかね、TikTok とか、インスタとかね、いろんなとこから、YouTube を続けてくださいよと、続けましょうよと、アンチほっとけばいいじゃないですか、ハムハムなんかほっとけばいいじゃないですかと、新海なんかほっとけばいいじゃないですかという意見があってね。それはね、以前から、ほっとくのはね、ほっといてもいいんだけどっていう話を自分で頭の中に入れてたんですけど、これね、続けるにしてもね、続け方にね、ちょっと工夫がいるなとかね、あと、辞めるんだったら辞め方も、ちょっと違ったね、方法ないかなとかね、いろんなことを、実はね、模索してます。で、今日ね、この動画をアップしたのはね、もう15日でやめますっていう動画をね、実はね、もう撮影してるんですよ。で、撮影してるんで、ね、流そうかなと思ったけど、待てよ、これ今流すとちょっとめんどくさいなとかね、思ったりしてね。でね、急遽ね、やり直しの動画を今作ってます。だから、もともと予定は15日に、ライブをね、やって、それで綺麗に終わろうと。いうつもりでしたけど、15日に辞めるっていうのはもうちょっと待とうということで、もうちょっと待ってください。ハムハムコちゃんごめんね。新海くんごめんね。あなたたちのね、逆したいのよ。ということでね、はい、お知らせでした。